それではこちらの論文を紹介します。この論文は、BA ワークショップ2019に投稿された論文です。でこの研究は、文法誤り検出グラマティカルエラーディテクションのタスクに取り組んでいます。で、まあ、既存のモデルに加えて文脈を考慮した単語埋め込みを、まあ、くっつけてあげることでスコアの向上を確認しました。で、まあ、エルモ・バート・フレアの、まあ、3つの文脈を考慮した単語埋め込みを、まあ、比較して、傾向を調査しました。で、まあ、いきなりですが、誤り検出のモデルについて説明します。でベースのモデルをまず説明すると、by LSTM を使って、まあ、入力文をその by LSTM に入力したら各トークに対して正しいか正しくないかの日ラベルを、まあ、系列ラベリングタスクとして出力していくようなモデルです。で、まあ、それを解くと同時に、ランゲージモデル言語モデルを、まあ、同時に学習してあげて、前方向の LSTM は次のトークンをで後ろ方向の LSTM は前のトークンを予測するような、まあ、言語モデルを学習に加えてあげています。であと入力はワードエンディングスなんですが、それより前にキャラクターレベルの LSTM をくっつけて、まあ、その出力をコンキャットして、ワードエンベディングとしています。でそれに対して提案するモデルは、入力のワードエンベディングスに対して、文脈を考慮した、まあ、コンテクチャルエンベディングスを、まあ、結合して入力してあげるということをしています。まあ、ただ提案書はこれだけです。で、まあ、ここで言ってるコンテクチャルワードエンベディングスは、まあ、バート・エルモ・フレアっていうまあ、3つの種類のモデルの、まあ、すでに公開されている学習済みのモデルを使用します。でフレアについては自分が前に文献紹介した内容なんですけど、まあ、キャラクターレベルで前と後ろから、まあ、くっつけて LSTM をくっつけてそれをワードエンベディングスにするっていう方法です。でまあ、3つの学習の、まあ、詳細はこちらです。で結果です。で、一番上の、この行は、さっき説明したベースモデルバイレスティーム の結果で、その下2つは、さっきのベースラインの、訓練データを疑似データで拡張したモデルになっています。でまあ、それに対して下のグループは、まあ、提案手法で入力埋め込みに入力のワードエンベディングスにコンテクチュアルエンベディングスをくっつけたもので、まあ、結果的にはバートが、まあ、一番高いスコアを示しています。でそれから、コンテクチュアルエンベディングスをまあ、入力に結合するか出力する前に結合するかをまあ比較して、まあ、図としてはこの左と右のここに下にあるか上にあるかなんですけど、まあ、それを比較するした結果がまあこちらで、まあ、バートが一番良くてで、まあ、各テストデータによって入力にくっつけるか出力の前にくっつけるかで、まあ、結果が変わるんですけど、まあ、どのデータセットを見てもだいたい入力側にくっつけた方がスコアはいいという結果になっています。でそれから各エラータイプで、ベースラインに対して、エルモ・バート・フレアがの、リコールの、上限を、まあ、こちらの図で示していて、まあ、フレアは まあ、あんまり効果がないっていうのが一目で分かるんですけど、エルモとバートに関しては、まあ、大体同じ傾向で、まあ、同じエラータイプで、まあ、スコアが向上していて、逆に向上が少ない
ものっていうのが、この、まあ、赤い枠で示したやつです。で、まあ、例えばスペリングエラーとかは、その BERT とかプリトレインモデルを使っても、それに使っている学習コーパスにはスペリングエラーっていうのは出てこないんで、あんまり使っても効果がないっていう風な考察をしていました。はい。結論です。文脈を考慮した単語埋め込みをくっつけてあげて、誤り検出タスクをすると、まあ、スコアが向上しました。で、コンテクチュアルエンベディングスは学習者コーパスを必要としないんで、かなり実用的である。で、まあ、3つのタイプのモデルで各エラータイプの長所と短所を分析しました。以上です。